ちゃんの具合はいかがですか？船室でぐっすり寝てるよ。リムルとバッカスがついていてくれてる。私たちと交代したの。容態も安定していますし、リムルはともかくバッカスさんが見ていてくれるなら安心です。そうですか、それはよかったです。サラさんには本当にお世話になります。あなたの助言がなかったらレイミは先日あんなにひどいことを言ったのに。別に気にしなくてもいいですよ。それと私のことは空で構いません。ありがとうサラ。ねえねえサラ、サラみたいな鳥って他にもいっぱいいるの？鳥ではありません。フェザーフォルクです。フェザーフォルク、それがサラさんの種族なのですか？そうです。時々聖なる翼とも呼ばれます。里のみんなはお空をふわふわしてますけど、私ちっとも飛べなくて。ですからこれはただのお飾りなんですよ。聖なる翼が鳴いてますね。フェザーフォルクという種族はみんなこうなのでしょうか？どうだろう。私たちフェザーフォルクは代々の王様と仲良くしているんですよ。アストラル城に着いたら王様にお願いしますね。王様はお優しいからすぐに特効薬をくれますよ。王が薬を管理しているんですか？はい、昔特効薬は高値で取引されていたんです。それで貧しい人たちがみんな石になって、この大陸は滅亡の危機を迎えてしまったんです。それを教訓に今は王様が管理して誰にでも安く売ってくださるんです。へー、偉い王様なんだね。はい、とっても偉い王様です。ほら、あれが王様のお城ですよ。よかった、これでレイミは。僕はまた取り返しのつかないことになるかと。エッジ君たちはバージ神殿に行くんですよね？その予定でしたが。それでしたらトロップに立ち寄ってはどうですか？トロップ、この大陸の西にある港町です。私もともとはトロップに行ってとある人に会うつもりだったんです。ここしばらくお会いしていませんでしたし、ご相談したいこともありまして。それはどんな方なんですか？イレーネ・ファーレスさんです。イレーネ・ファーレスだってみゃ。それって偉大なる賢者聖女イレーネ様のこと？偉大なる賢者？ずっとずっと小さい頃絵本で読んだことがあるの。イレーネと食いしん坊のシャム猫。何ですかそれは。食いしん坊のシャム猫を連れた聖女イレーネ様が大いなる力で悩める人々を救うお話なの。イレーネ様は美しくて優しくて聡明で清らかで、世のため人のために一生を捧げたんだよ。どう思う？正直なんとも。あくまでも絵本の話で実在の人物かどうかは。違うもん、イレーネ様は本当にいたの。多くのしもべを導いて世界を救ったの。ますます眉唾と言いましょうか。何にしてもそのイレーネさんとやらはまだ生きているみたいだよ。イレーネさんは先見の明がある占い師さんです。道に迷ったたくさんの人たちが進むべき道しるべを示してもらったんですよ。
道に迷う。エッチ君も会ってみてはどうですか？少しは気休めになるかもしれませんよ。完璧だみゃ。聖女イレーネ様は未来を見通すって絵本に書いてあったみゃ。みゃん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 。まあそれはともかくとして、せっかくのご好意ですし、心に留めておきましょう。すべてはレイミさんが感知してからということで。ああそうだね。道しるべか。特効薬を手に入れたらすぐに戻るから。うん、ありがとう。でも無理しなくてもいいからね。お前はどうしてこんな時まで。本当に平気なんだよ。だって私これくらいじゃ死ねないもの。死ねないって変なこと言うなよ。ごめんね。レイミ。おかしいですね。何がだね、ミスサラ。赤化病の進行具合が少し気になるのですよ。潜伏期間がほとんどないまま発症したのに、その後の進行は異常に遅いのです。確かに通常の赤化病は潜伏期間が長く、発症したら進行が早いはずだけど、まあどっちにしても治せばいいことですし。だったら言わないでほしいものですね。まあ